からないっていう、そこになんかもう多分悩んでると思いますので。さあ両チームはね、何を選択したのでしょうか。それでは見ていきましょう。レッドサイド野獣とびしょ VS ブルーサイドヒュブリスの試合です。波動ファイト。ヒュブリスは今回も同じですね、同じですね、先ほどの試合と4141と1144。これが一番多分自分たちの中で勝てるステータスということですね。多分対する野獣とびしょは2壁ではなく1壁に、変更してきましたね。オーソドックスな両サイド52ですね。どう出てくるのか。おっと、そう体格から切り抜けましたね今。いいでしたね。差し始まって30秒経過。さあ3枚目のシールドを展開。ヒュブリスはまだ、レベル4のシールド、これが1枚目です。これそうですね、壁の枚数的にはヒュブリス側が有利なので。さあ悪気は、さあよく受けました。あ、うまい。さあセンターのシールドプレイヤーを抜いてきました。さらに追加点。さあここは畳みかけるように壁を張っていきますね。さらに差をね広げていきたい形。ラストスパート残り20秒。さあ壁の枚数が有利がヒュブリス側なので、ここを避け切れば、さあ点を取るか取らないかですね。さあ2点詰めてこれるか。ラスト10秒。さあシールドがね全て割れた状態で1点差。さあ届くか。5秒前、あと1点。ここで試合終了。3対2で野獣とびしょの勝利です。おめでとうございます。